はい、それでは今日も未来の自分自身におはようございます。はい、それでは今日の日付はですね、2023年令和5年の11月9日の木曜日、今日も日本経済新聞の朝刊からいろいろと今の社会情勢を学びつつ、朝からしっかりと文字を読んで音読をして口を動かして声を出していく、そんな練習を行っていきます。ということで今日はですね、11月の9日の木曜日ですけれども、明日ですね、11月の10日の金曜日は朝から来客が立て込む予定で、ちょっと音読ができない予定となっているので、今日は明日の分まで頑張っておきたいなと思います。で、今日この職場に向かってくる途中、自分の頭の中に浮かんできた言葉については、地元の先輩方に学ぶ、何歳になっても第一線で働き続ける男たちのかっこよさという言葉になりました。昨日はですね、月に1回地元の先輩たちと会食をするというような日でですね、月に一遍定期的にそういう機会を設けているんですけれども、それでですね、昨日11月は、昨日がその機会ということで、地元の先輩たちといろいろとお話をさせていただくことができました。その先輩たちはですね、年齢的には私よりもちょっと上の人たちが多いわけですけれども、そういう方々がみんなですね、もちろん何歳になっても第一線で働き続けて、第一線に立ち続けてですね、それぞれの立場というか職種に応じてですね、本当に頑張っていらっしゃる姿が印象的だなというふうに感じました。その仕事というのもですね、いろいろな方がいますけれども、例えば水質検査技師としてですね、日本中飛び回っている人だとか、それから、土地家屋調査士としてですね、大きな、この測量をしていらっしゃる方ですとか、それからですね、飲食店を経営されている方とかですね、それぞれ仕事の、いろいろな業界があったり、大きい小さいは関係なくですね、それぞれが、何歳になっても第一線で仕事をして第一線に立ち続けて、そしてですね、趣味も例えばゴルフですとか、その他たくさん、いろいろな趣味を持たれていて、趣味でも、その充実している様子を聞くことができましたし、それから家族とか家庭とかもですね、大事にしながら、それぞれ本当に自分たちが何歳になったとしても、いろいろと目の前にあることにしっかりと取り組んで、そしてその上でいろいろな趣味も含め充実させていこうという姿には刺激を受けるし、参考になるしですね、本当ロールモデルと言ってもいいぐらい、皆さんその先輩方にはですね、いろいろと教えてもらうことばかりだなというふうに思います。なのでですね、何歳になっても仕事をですね、まず第一に頑張って、そして家族も大切にして、で、自分にできることがあれば、何か趣味でも何でも自分を活かせること、表現できることというものに取り組んでいきたいなというふうに思ったりもしています。で、個人的にはですね、ゴルフはやらないので、その先輩方と一緒にゴルフをやったりすることはないんですけれども、本当にゴルフもですね、年齢とともにスコアがですね、いい時悪い時いろいろあるようですけれども、その話の仕方も非常に面白くて、本当に話を聞いているとその場にいるかのような臨場感でですね、笑いが込み上げてくるような話をたくさん、ネタを持っていらっしゃるところもですね、頭の回転がいいなというふうに思ったりもしますし、私たちがですね、本当にまだまだ知らない社会のルールですとか、いろんなですね、社会の側面というものを知ってらっしゃる方が多いので、本当にいろいろな切り口でこの世の中のことをしっかり教えてもらうことができたりしてですね、もちろん年が上とか下とかは関係ないですけれども、人からですね、自分自身が生きていること、見えていることというのは本当にわずかであって、自分以外の人たちに見えている世界観ですとか世の中というものを聞くとですね、その方が年齢が上でも下でも本当に参考になるなということがたくさんあるので、いろいろな人と話をして、いろいろな話を聞いて、もちろん自分が知らない世界の話を聞いたりしながらですね、どんどん自分のいろいろな仕事も含め家族のことも含めてヒントにして、それを自分なりに取り入れられるところは取り入れて、で、もちろん逆に反面教師にした方がいいなと思うところは反面教師などにしながらですね、自分の生活、仕事に取り入れていきたいなということがたくさんあるので、そういう機会がですね、今は本当に、コロナ禍からずっと以前から比べるとですね、そういう機会とかコミュニティは減ってしまっていますけれども、それでもいくつか残っているうちのですね、一つがその先輩方との定期的な機会ということなので、来月もどんな話になるのか非常に楽しみだなと思っていますし、もう来月は12月ということで年末になるところなので、それはそれでまた、先輩方のですね、年末の思い出話など聞けるかと思うと本当に楽しみだなというふうに思っています。
まあ、それで今日のところですね、朝この職場に向かってくる途中に自分の頭の中に浮かんできた言葉については地元の先輩方に学ぶ、何歳になっても第一線で働く男たちのかっこよさというような言葉となりました。ということで今日もまずは昨日の日経平均株価の終値を確認しておくと、昨日の日経平均株価の終値は32,166円48銭、32,166円48銭ということで、一昨日に比べるとマイナス105円34銭、マイナス105円34銭ということで、100円ちょっとの値下がりで、昨日は22,200円台でしたけれども、まあ、22,100円台となって昨日は取引を終えていたということです。円ドル相場については1ドル150円67銭から69銭、1ドル150円67銭から69銭ということで、一昨日に比べると20銭の円安ということで、引き続き1ドル150円台の半ばぐらいで昨日も取引を終えているようですね。で、今日音読の題材に取り上げたい一つ目の記事については、今日の日本経済新聞朝刊の社説の一つ目からで、タイトルは税逃れのための原資は放置できないということで、大企業はですね、資本金1億円以下にして、それでこの税制からですね、まあ、少しこの課税を、まあ、なんていうんでしょう、税逃れと言われても仕方がないような原資が割と最近増えているということで、まあ、個人的にもある方からこういう話をですね、以前に聞いたことがありましたけれども、まあ、この日本経済新聞の社説でも同じ解説をしてくれているので、こちらはまず一つ目として今の社会情勢の学びとしておきたいと思います。税逃れのための原資は放置できない。税の公平性を保つ観点から、もはや現状を放置すべきではない。税負担を回避するため、大企業が資本金を事業規模に見合わない1億円以下に原資する動きである。政府与党は中小企業家による税回避を防ぐ対策を来年度税制改正でしっかり講じてほしい。1億円以下に原資すると税法上中小企業として扱われ、税負担が軽くなる。都道府県が課税する法人事業税の外形標準課税は、大企業は赤字でも資本金などに応じて課税されるが、中小企業になれば課税対象から外れる。欠損金の扱いも、中小企業は利益をすべて繰越欠損金と相殺できるメリットがある。大企業は相殺できる利益に限度額があり、残った利益は課税対象だ。原資は新型コロナウイルス下で業績が悪化したサービス産業などに目立った。損失を埋めるため資本金を取り崩すのはやむを得ない。だがコロナ禍の影響が薄れ、業績が回復基調にある中でも原資する企業は増えている。東京商工リサーチによると、今年3月までの1年間に資本金1億円以下に原資した企業は1235社で、前年の959社から3割近く増えた。特に売上高が100億円超の企業や黒字の企業が増えているのは問題だ。事業規模や業績に見合わない原資は税負担の回避が目的と見られても仕方ない。持ち株会社化や分社化に伴い子会社を原資する例も目立つ。企業活動の実態が変わらないのに、課税対象を縮小するための原資を誘発しているなら制度に欠陥がある。実質的な大企業への課税を適正にする見直しが急務だ。税回避が目的とみられる原資の場合、原資した分を市場余剰金に振り替えているケースが多い。総務省の研究会は大企業と中小企業を区分する新たな指標として、資本金と資本余剰金の合計額を追加すべきだとの方針を示した。妥当な考え方である。かねて課題とされながら是正が進まなかったのは、課税対象を拡大すると中小企業の経営への影響が大きいと懸念されたためだ。区分する指標の追加なら影響は最小限に抑えられよう。そもそも外形標準課税は利益への課税比率を減らし、赤字企業にも課税して応益課税の性格を明確にした税制である。導入から来年度で20年、そろそろ中小企業を対象外とする仕組み自体を改めて議論して良い時期ではないかということですけれども、なかなかちょっとこの課税制度自体全体もですね、なかなか私たち一般庶民には見通せないですし、それからこのですね、大企業と中小企業の
区分がですねあって、でそれによってどういうメリットデメリットがあるのかというのもいまいちはっきり全体がですね分かっているわけではない中でのこういった学びとなりますけれども、ただいずれにしてもですね、まあ、こういった抜け道があるのであれば、それをその抜け道を通っていきたがるのがやっぱり人間ですし、当然ながら大企業だからといって税金をうんと納めていいかといえばですね、当然できることなら手元に置いておいて、まあ、何かあった時のためにというふうに思うのも分かりますし、まあそういう穴をですね全部防ごうとすればするほど、逆に今度はそれこそ中小企業がですねなかなか小回りが効かなくなってくるですとか、中小企業の方まで穴が塞がれていってしまうということになるので、この辺はですねなかなかいずれにしてもいたちごっこという側面があったりもするので、なかなか難しいなというふうに思ったりもしますけれども、できるだけこの辺のですね塩梅というかバランスがうまく今以上にですね機能するような、まあ、そんな仕組みというのを整えてくれたらいいなというふうに思っていますし、まあ、こういった話もですねなかなかちょっと理解できないからといって私たちもちょっと避けて通りがちですけれども、これから先もまたこの動きがあれば、この社説を含め新聞などで解説してくれる時があったらですね、またその知識というか情報をアップデートしていきたいなというふうに思います。そして2つ目の音読の題材としては今日の日本経済新聞朝刊の社説の2つ目からで、タイトルは豪州は中国と適切な距離保てということで、オーストラリアのアルバニージー首相が中国を訪問して習近平国家主席と会談を行ってですね、以前一旦冷え込んだ仲がまた近寄り出しているということで、日本としてもですね、豪州ですとかは英国と同じですね準同盟国としての立場というかあるので、あまり中国と近寄られすぎてもということもあるのかもしれませんけれども、まあ、こちらをですね2つ目の音読の題材とさせてもらいたいなというふうに思います。豪州は中国と適切な距離保て。オーストラリアのアルバニージー首相が豪首相として7年ぶりに中国を訪れ、習近平国家主席と会談した。新型コロナウイルスの発生源をめぐり一時は極度に悪化した外交関係の正常化で一致した。両国の雪解けは地域安定には望ましい。ただ中国は強引な海洋進出、政治的に意に染まぬ国への経済威圧など対外的な振る舞いに問題が多い。豪州は今後も適切な距離を保つべきだ。アルバニージー氏は習氏と今後の貿易拡大への努力を確認したほか、李強首相とは中止していた年次対話の再開に合意した。豪中関係はモリソン前政権が2020年中国に新型コロナの発生源の独立調査を要求したため冷え込んだ。中国は豪産品に次々と輸入制限をかける報復に走り、閣僚間の意思疎通も途絶えた。転機は2022年のアルバニージー政権の発足。豪州は対話へ舵を切り、中国も石炭、大麦などの輸入制限を解いた。10月にスパイ容疑で拘束していた豪州人記者を解放し、今回の訪中が実現した。中国は豪州との関係修復により、米国がアジアや南太平洋で主導する対中包囲網にくさびを打つ狙いがある。習氏は加盟を申請済みの環太平洋経済連携協定 TPP にも言及した。現状で加盟が実現する可能性は低いが、ほぼ同時に申請した台湾の交渉入りを牽制する意図はあっただろう。一方、豪州にとって中国は輸入先、輸出先の3割を占め、コロナ禍以前の観光、留学産業も支えていた。関係改善の経済的利点は大きい。ただ中国が経済を人質に取るような外交姿勢を改める気配はない。東京電力福島第一原子力発電所の処理水の海洋放出では、日本産水産物の輸入を全面禁止している。豪経済にとっても過度の中国依存の是正は引き続き課題だ。対中関係についてアルバニージー氏は、反対すべきところは反対し、国益のために関与すると述べている。中国の覇権主義の抑止へ、日本や米国は豪州との連携を着実に深める必要があるということですから、まあ、オーストラリアはある意味西側というかですね、この民主主義という制度をですね共有する、
同じ価値観を共有する国として、日本、アメリカ、英国ともですね、仲が良くて関係性もいいわけですけれども、ただ経済的な問題で言えば人口が多い中国との関係というのもですね、切るわけにもいかないしというところもあるでしょうし、むしろですね、そういったその価値観を共有する国々も大切ですけれども、経済が何よりも大切ということもあるので、背に腹は変えられず、この対中関係を見直すということになっているのではないのかなと思ったりもしますけれども、それだけ中国の国力が強いということの表れでもあるでしょうし、中国のですね、その一党独裁政権の方がある意味いろいろな意味での決断ですとか判断がスピーディーにいくしですね、本当にトップダウンでいろいろなことが決まっていくということを考えると、なかなかこの民主主義の盲点というかですね、ウィークポイントと、なんか難しいところがあるなと思ったりもしますけれども、この、中国オーストラリアの関係性というのもですね、また引き続き動きがあれば確認をしていきたいなというふうに思います。そして3つ目の音読の題材としては、今日の日本経済新聞朝刊の価格は語るというコラムの中で、タイトルはですね、新紙幣製造費が 13% 高くということで、原料の三ツ又という草といったらいいんですかね、が輸入依存が9割を占めているということだそうですので、これも私たちの知らない世界の話で非常に興味深かったりもしますし、来年からですね、新しい紙幣に変わる予定ということで、もうすでに新しい紙幣の印刷にかかっているということだそうですし、その製造コストなんていう話は聞いたことがなかったし、知らないので、こういう知らない世界の話もしっかりと学ばせてもらえるいい記事だなというところなので、こちらを3つ目の音読の題材として取り上げておきたいと思います。価格は語る、新紙幣製造費が 13% 高く、原料の三ツ又は輸入依存9割ということですね。2024年7月をめどに紙幣のデザインが刷新される、製造原価は現在の紙幣よりも 13% 上がる見通しだ、決済手段として経済活動を支える紙幣だが、原料は輸入頼み、紙の原材料に使う植物の三ツ又は9割をネパールなどから輸入する、現地のインフレや円安がコストを押し上げる要因になっていることがうかがえる、現行の紙幣は2022年夏頃に製造を終了した、現在は渋沢栄一の肖像画がデザインされた1万円札、津田梅子の5000円札、北里柴三郎の1000円札が国立印刷局によって刷られている、これらは発行を担う日銀が製造費用を払い印刷局から引き取る仕組みだ、日銀によると2023年度の銀行券製造費は619億円を見込んでいる、合計30億3000万枚の紙幣を製造する予定で、原価は1枚あたりで約 20.4 円になる、現行デザインのみを製造していた2021年度は約 18.1 円だった、新デザインの方が原価は 13% 高くなっている、日銀はエネルギー価格の上昇や円安、新しい偽造防止技術の導入などが影響したとしている、主要な原材料である紙の事情はどうなっているのか、主な原料の一つとして繊維が長く耐久性に優れる三ツ又が1879年以来使われている、国立印刷局によると国産の割合は2022年度で 9.9% にとどまる、実に9割84トンが海外産だ、三ツ又は徳島県や岡山県などで生産されてきた、農家の減少とともに栽培面積も大幅に縮小した、日本特産農産物協会によると2021年度で41ヘクタール2001年度に比べて9割減った、生産量は5トンだった、輸入品の特徴は安さにある、国立印刷局によると2022年度の国産三ツ又の調達価格は 1kg あたり3820円、輸入品は同じく 1kg あたり1980円と 48% 安い、ネパールや中国などから流入している、この、国立印刷局は2023年度海外産三ツ又の入札を少なくとも合計4回96トン行う計画、競争入札を経て今年7月と9月合計48トンの海外産の契約が結ばれている、落札したのは政府観光物の販売をする官報、
三つ又の大半を漢方という会社が納入しているという。調達先はネパール。漢方の松原忠社長によると、国産が減少していた1989年に海外の産地を探していたところ、ネパールにも生えていることが分かった。現地に法人を立ち上げて、雇用創出の一環として山間部の貧しい地域で三つ又栽培を本格させたというお話。海外産三つ又もじわりと値上がりしている。漢方が落札した2回の契約分は1キロあたり換算で2613円。2022年度の国立印刷局の平均調達価格に比べて 32% 上昇した。松原氏は、今は印刷局への応札の価格を引き上げざるを得ないと説明する。円安のほか、ネパールでの物価高、現地から日本まで輸送するコストの上昇などを反映させる必要があるという。国立印刷局は安定調達の観点から国産を一定程度購入している。価格差や必要量の確保を踏まえると、海外産に頼らざるを得ないのが実情と言えるということですから、なかなか、普段は知ることがない話でですね、この1万円札とかお札1枚あたり印刷するのに、今の現行ですね、使われているお札であれば18円程度、そして新しく来年度から始まるというか使われ出すようになる紙幣はですね、20円程度ということで、何パーセントか 13% が高くなるということですから、1枚20円とかですね、18円のものを私たちは1万円の価値があると信じて使っているということも分かったりしてですね、この辺人間が思っているお金の価値とか、人間が思わされているですね、この何て言うんでしょうね、価格とか価値というものが、またこういう切り口でも見てみると非常に面白いなというふうに思ったりしたわけですけれども、この材質というか素材の三つ又というものが使われている、植物が使われているということも知りませんでしたし、大半がネパールなどから輸入されているということも知らなかったわけで、他の例えば米国はじめユーロですとかも、どういう材料で作られているのかなということがちょっと興味深かったりもしますけれども、またそのあたりが新聞で取り上げられることがあれば、学ぶこともできるかなと思ったりもしますね。ということで、今日は2023年令和5年の11月9日の木曜日、今日という一日も本当に地味で平凡で、取り立てて大きな変化を感じることがない一日になると思いますけれども、自分なりに 0.1 ミリずつの小さな小さな点を日々打ち続けることによって、やがてその点と点が何かのきっかけで線で結ばれることがあれば、大きな変化を体感できることもあるかもしれないし、こうした何でもない平凡な一日を感謝して過ごすことによって、心が豊かな生活を体感できるので、今日も一日笑顔で元気よく頑張っていきましょう。それでは。